トアホテルは兵庫県神戸市北野町で1908年に開業したドイツ圏資本の高級ホテル。トアホテルとも呼ばれる。ホテルは1950年に消失し、跡地には神戸外国クラブが立つ。その名はトアロードに残されている。トアホテルはイギリス人の富豪 FJ バーデンズの屋敷ザ・トアがあった場所に建てられた。 本館は1908年に春行し開業した。旧香港上海銀行長崎支店などを手掛けた日本人建築家、下田菊太郎設計による全客室バス付の本格的ホテル専用建築で、当時、スエズ伊藤で最高のホテルと称された。トアホテルは日本人向けにトアホテルという名称も積極的に用いた。トアという名称については、 ホテル改良以前に、この場所にあったバーデンズの屋敷などの関連性が指摘され、英語の小山に由来するという説、ドイツ語の門に由来するという説など諸説あるが、命名に関しての客観的な証拠がなく、決め手に欠ける。大規模な建造物であったが、山麓すぐに位置していたため、第二次世界大戦の戦災を免れた。しかし戦後 GHQ に接収され、 その管理下にあった1950年に原因不明の火災により全焼した。ホテルが営業していた当時の外交の大部分は減損し、神戸外国クラブが引き継いでいる。これらは、トはホテル竣工以前、その広大な敷地に住んでいたイギリス人富豪 FJ バーデンズの大邸宅の遺構である。減損する石垣には AC1890 の文字が刻まれている。 トアホテルが面していた旧居留地から北野町へ至る坂道はトアロードと呼ばれるようになり、それは消失から約60年経った現在も変わりない。神戸市、神戸を知るとアロード。ありがとうございます。